こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロの秋冬の新作の中で、あるアウターがめちゃくちゃ良かったので、実際に購入をして、皆さんにですね、全力でレビューをしてみたいなというふうに思ってます。まだまだですね、撮影してる今、暑いんですよね。気温がですね、35度を超える日が続いているので、まあかなりですね、暑いんですが、ユニクロに行くと、まあすでに夏物というよりは、 秋物だとか中にはダウンを含めたような冬物も並んでたりするんですね。季節を先取りするという形でいろんなアイテムが並んでいるわけなんですが、その中であるアウターめちゃくちゃ良かったので、まだ試着するのも暑いぐらいなんですが、早速購入をして今回持ってきていました。それがこちらのアイテムなんですね。 はい。長袖のアウターなんですが、まあ、商品名はですね、ユーティリティジャケットということで、ユニコーン中では結構定番的にこのようなユーティリティジャケットをやっているんですね。もともとはですね、ミリタリーだとか、ワークに由来したようなアウターで、丈の長さはですね、そんなに長いロングのアウターではなくて、お尻が隠れるぐらいの、まあ割とですね、長すぎないアウターとして、秋だとか、あとはですね、場合によっては春先とかにも使えるような、そういった立ち位置のアイテムなんです。 ですね。まあこれめちゃくちゃ便利でユニクロの通常のラインでもやっていますが結構ユニクロ U とかプラス J でもこういったデザインのものってやってるんですねその中で今回はオリジナルの一番定番的なユニクロのラインなんですが進化をしていてすごく良かったですまあ、ユニコといえばベーシックな服のイメージが強いかなと思うんですがこれはですねおしゃれ中級者以降の方が見ても満足度が高いようなすごくディティールも含めて完成度が高い もののになっているのでこちちちらめめゃゃくちゃおすすめですでこの後ね、実際に着た状態でサイズ感だとかコーディネートについてしっかりとお伝えしたいなと思ってるんですが、まだ秋になる前からですね、こちらは要チェックのアイテムなので、ぜひ皆さんにもですね、お店で試着をしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基をですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、実際に来ていました。どうでしょうかぐるいと一周回ってみますね。はい。こんな感じです。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと、割と小柄なんですね。 僕のサイズで言うと S がジャストになるんですが、こちらですね、あえてワンサイズ上げて M サイズを購入しました。もともとですね、サイズ感としては今のトレンド感をちゃんとですね、拾いながら程よくゆったりめにはなっているんですが、ユニクロというですね、ブランドはそんなにこう大胆にワイドフィットに振らないので、僕はですね、ワンサイズ上げて着ることが多いんですが、こちらもですね、それぐらいのサイズ感の方がトレンド感は楽しみやすいのかなと思います。もちろんですね、普段のサイズで選んでいた いただいても全く問題がないかなと思うのでトレンド感を強く出したいという方はですね、サイズ感ワンサイズアップでいいかなと思いますしよりベーシックなラインで着たいなというのであれば通常サイズでも十分かなと思いますねまあ本当に完成度は高いなと思っていまして UTT ジャケットの中でもデザインは結構オーソドックスなんですが生地の質感ですねこの辺りが個人的にはすごく雰囲気いいなと思ってましてちょっと近くで見ていきたいなと思うんですがこちらはコットンモールスキンというですね。 素材を使っているわけなんですがまあ、いわゆるこうモールスキンというのはモグラのですね表面の質感とちょっと似たような雰囲気と言いますか起毛感がありましてちょっと肌触りも柔らかいんですねそして少し美光沢と言いますか滑らかな質感というところも楽しめるということでまあ、特に秋冬の商品には多いんですがこの質感めちゃくちゃいいですそして製品洗いをしてあるということでちょっとですね色が褪せたような感じも楽しめるんですね特にステッチの周辺とかなかなか 伝わりづらいかなと思うんですが、そういったところですね、色落ちというか風合いが出てるので、そのあたりも含めてですね、質感めちゃくちゃいいんですね。なんかまあある程度着込んだような雰囲気も出つつ、クリーンな感じというところで、これは結構古着が好きな方にでもですね、ハマりそうな雰囲気かなと思ってます。で、色はですね、展開が3色だったかなどれもですね、めちゃくちゃいいんですよ。ただですね、今回はこのですね、オリーブがまあ間違いなくいい色だなと思ってまして、個人的には これを皆さんにお勧めしたいなと思ってるんですね。まあ秋風ということで少し色合いとしては季節感が漂う方が着ていて気分も上がるかなと思いますし、人との違いも出しやすいかなと思うんですね。まあそういった点でこのオリーブという色はですね、まさに秋にぴったりな色合いだと思いますし、あとはですね、メンズの中で定番的なホワイトだとか、あとはブラックだとか、そういったものとも相性がいいので、これはですね、本当に使い勝手がいい色だなと思います。ベーシックでデザイン的には使いやすいんだけど、 けども、素材の質感だとか色合いがすごく凝っているというところで、本当にですね絶妙なところをついてきたなというところで非常に完成度が高いかなと思います。感覚で言うとユニクロの定番というよりはユニクロ U なんかで出しそうなイメージがあって、そのあたりの通貨のみなんだけども、割とですねおしゃれ初級者の方から中級者の方まで納得できるような非常に良い仕上がりかなと思います。まあ、今はですね着ていて暑いんですが、これから秋になってきたらこれぐらいのハ織物が一枚 あるととすすごく便利ででし今時期でもちょっっっなななんんか雨ががが降てていいそんなに気温が上がらない時だったらだた腕をちょっとこうまくりながらサクッと羽織るというのもいいかなと思うんですね。腕まくるだけでもですね、だいぶ印象が変わってくるかなと思うんですね。ちょっとやってみましょうか。こんな感じです。どうでしょうか。腕まくってあげるとちょっと軽快な感じになりますよね。僕はこういった感じで着崩すスタイルが好きなので、このような形で秋ですね、まあ9月上旬ぐらいから日によっては着れるんじゃないのかなと思います。 めちゃくちゃ満足度高いです。なんかユニクロ U っぽいなと思っていたりするんですが、いかがでしょうかまあ、コーディネートとしてはすごく簡単で、オリーブという色自体が失敗するとやぼったく見えるので、個人的には白のようなはっきりした色だとか、あとはブラックのようなシャキッと引き締まる色と合わせてあげるのが、最もバランスがいいかなと思ってるんですね。まあ、そういった意味では、今、季節的な部分もありますけども、白 T ですね。まあ、今プリント T シャツを着てますが、そういったものの上にさらりと着てあげると。でボトムスに 関してててははブラッックでキュととと締めてあげるとこれはまあ一番使いいやすす色のコーーディネートかなと思ってますちなみに、このボトムスに関しては、少しアウターがゆったりめなので、ボトムス自体も少しゆとりを出したかったので、ユニクロのタックテーパードパンツですね。これは僕にとって一番のお気に入りになっているボトムスなんですが、こちらで合わせてみました。他にもですね、もう少しですね、サイズ感としてはスッキリとしているスマートアンクルパンツですね。このあたりで合わせていただいてもいいかなと思いますし、思い切って大胆に ですね。黒の細身のデニムまあ、いわゆるスキニーとかで合わせてもらっても、メリハリのついたコーディネートができるかなと思うので、決して今っぽいスタイルではないんですが、細身のデニムと合わせるのも結構相性がいいんじゃないのかなとは思ってますね。で、足元なんですが、このようなちょっとこう。ミニタリーっぽいアイテムには僕はなぜかこうニューバランスを合わせたくなるんですね。ちょっと古着っぽい野暮ったいスタイルでもあるので。 あえてですね、こういったニューバランスを合わせることで、まあ、全体の雰囲気が調和するかなと思っているので、今回はニューバランスを合わせていましたが、他にはもっとオーソドックスな白レザースニーカーとかでもあると思いますし、場合によってはですね、グルカサンダルですね、今横にあるので、ちょっと持っていきたいなと思うんですが、まあ、グルカサンダルを白ソックスで合わせるというね、こういった、まあちょっと上級者っぽい着こなしなんですが、まあ、秋であれば、こういったグルカサンダルをソックスで合わせるというスタイルも NG ではなくてですね、 クロート的には楽しめるんじゃないかなと思うのでこういったスタイリングもですねお勧めしたいなと思っていますこれはですね1枚あればかなり使えるんじゃないですかね9月の初めから10月初旬後半ぐらいまではいけると思うんですね今 T シャツを合わせているので、まあ、そんなにですねあったかいという感じはないですが内側にですね例えば バンドカラーのシャツを合わせてもらったりだとか、あとはニットを合わせることで、かなりですね、冬の手前ぐらいまでは使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思ってます。まあ、せっかくなので、今回はこちらのコーディネート、一番ベースになって使いやすいかなと思うんですが、もう一コーデ皆さんにご紹介したいなと思っています。はい、続いて2つ目のコーデなんですが、 今度は思い切ってボトムスの色をですね、明るくしてみました。僕はですね、ブラックのスラックスを履くことがすごく多いんですが、今回はホワイトデニムを合わせてみたわけなんですが、かなり爽やかなコーディネートになったかなと思います。まあ、考え方は同じで、やはりですね、このようなオリーブのジャケット自体が、少しですね、ミリタリーの雰囲気、ワークの雰囲気があって、失敗するとやぼったく見えるので、ホワイトで爽やか感をですね、足してあげたというのが、このコーディネートの肝になります。そして、このジャケットの内側ですね、 こちらですね、ニットのポロシャツですね。これを合わせてみました。これも考え方は先ほど同じで、オリーブのアウターの内側をブラックで引き締めてあげると、やぼったく見えないということで、このような重ね着をしてみました。まだまだですね、 こういった着こなしができる時期は先かなと思うんですね。9月の中旬以降かなと思うんですが、結構ですね、ボトムスの色を変えてあげるだけで、だいぶ印象が変わるかなと思いますし、同じこのようなアウターでも、コーディネート次第で全然見せ方が変えられるということが分かっていただけるかなと思います。ポイントとしては、合わせるときには、ブラックだとかホワイトを使いながら、うまくですね、やぼったさが出ないように調節してあげる。このあたりさえしっかりと気をつければ、結構簡単にコーディネートができるので、こういったホワイト系の デニムのコーディネートもぜひお試しいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロの秋風の新作であるユーティリティジャケットですね。これを実際に買って皆さんに全力で解説をさせていただきました。 いや、これはね、名作だと思います。オリジナルの中では、もう本当にいろんなものが出てきまして、同様のものもですね、これまで見てきましたが、その中で圧倒的に完成度が高くて、これはですね、多くの方に使い勝手のいいアイテムだと思いますね。おしゃれ初級者の方から中級者の方までしっかりと満足できるようなクオリティで、なおかつですね、5000円というですね、コストパフォーマンスの良さ、これはですね、もう他では間違いなく見つけられないかな なと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思いますまだまだですね秋物を買うテンションにならない方も少なくないかなと思うんですがかといってですねやっぱり夏物も結構着てと飽きてくるかなと思うのでこのようなまあ、秋の始まりぐらいから着れるようなものはですねぜひ今時期からチェックをしていただきたいなと思いますいろんな色がありますが僕はもう断然 オリーブがこの色の仕上がりがもう最高だと思うのでぜひ皆さんにまずは試着カーでもいいのでお試しいただきたいなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては 僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなかですね、動画をゆっくり見る時間がないという方のために、オンラインサロンも展開をしています。そちらはですね、1日だいたい5記事くらいなんですが、 一分ほどで読めるようなおすすめのコーディネートだとかアイテムの紹介をですね、文章と写真を使って行っていますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山春でした。また次回の動画もお楽しみに。